大阪から来ました。劇団銀河の大阪目と言います。よろしくお願いします。こっちの日本橋店からチャリンコで10分ぐらいまで住んでます。今回出させてもらっている作品が、記憶は空を越えてという作品なんですけど、ちょっと引きこもりの、話なんですけど、まあ、引きこもりの子を、まあ、構成させる話なんですけど、戦国時代にもその引きこもりの子の前世、戦国時代の人も前世の人も引きこもってたっていう話なんですけど、去年一昨年にやった作品なんですけど、僕が出てますが、ちょい役で出てますが、僕が最後の役者として最後の作品になってますので、去年から脚本の方をやらせてもらってるお皿といいます。よろしくお願いします。自分の宣伝ですけど僕の思い出なんですけど、あ、大西くんも